前田隆氏は宮崎県延岡市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。宮崎県立延岡西高等学校では途中退部するも、素質を見込まれ社会人野球の三菱自動車水島へ進み、1988年のプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから5位指名され、入団。契約金と年俸は、それぞれ4000万円、450万円だった。 現役時代の松本忠を上回る100メートル走10秒9の瞬速は、巨人史上最速と評され、青い稲妻2世として1年目から期待されていた。社会人野球では、天文だけで盗塁できたが、プロに入って、改めてリードやスタートの技術などを学び直したという。1991年のシーズンオフには二軍監督、末継敏光の指示で大相撲の玉の井部屋に、 体験入門している。その際、外傷性股関節脱臼と、大体二頭筋、半腱様筋の数十箇所を筋膜断裂するという、大怪我を負ってしまう。その後、懸命なリハビリを続けて1994年にはに、軍のシーズン記録となる51盗塁を達成した。キャンプでは、毎年のように、巨人の野球を変える男と期待され続けていたが、 一軍公式選出場はなく1997年に引退。引退後、テレビ番組、三宅裕二のド素人に出演し、現役時代の思い出や近況を語った。現在は飲食、不動産、スポーツイベントの会社を経営している。また、会社経営と並行して、スポーツマネジメントを学びたいという思いから、大学進学を決意。 2021年4月に産業農立大学の情報マネジメント学部、現代マネジメント学科に入学した。2002年に中学公式野球チームの東京青山リトルシニアを設立し、その後、高校生ドラフトで中日ドラゴンズから1位指名を受けた赤坂和幸や元京都アストドリームスの荒井誉樽らを指導した経験を持ち、現在は副会長として、 チーム運営を行っている。また、西武ライオンズと読売ジャイアンツで活躍した大久保博士元が代表を務めるデーブベースボールアカデミーのプロフェッショナルコーチとしても野球指導を行っている。2020年のプロ野球ドラフト会議で西武ライオンズから3位指名を受けた山村隆史義美を熟成としてバッティングのコーチをしていた。2020年6月27日、 読売ジャイアンツの原辰則監督が兼ねて、より構想していた、巨人軍全国 OB スカウト網が正式に発足し、株式会社読売巨人軍と OB スカウトとしての契約を締結。東京エリアの有望選手の情報を巨人に提供する役割を担う。ありがとうございます。